皆さんこんにちは、テレビアニメ忍びの一時で、桜庭さんにプレイしておりますですよあれなんか声が聞こえるな。本日は1話から3話の振り返り一挙配信ということでございましたけど、皆さんでしたでしょうか。面白かったなんかすごい聞こえるんだよな、林がそうですね、1話から始まって急に一時があなたは投資ですよと言われて、2話に試験を受けて、3話に学園に入って、綺麗な人と出会うと話でございましたけれども、まあ本当に1話から結構ねすごい展開だったんじゃないかなと、皆さん思っていると思うんですけども、本当にね、あのさとみちゃんがまさかあんなことになるとは思ってなかったでしょう。これからどんどんねそんな感じの展開になりますよ、それもね皆さん注目して見ていただければ、嬉しいなというふうに思います。ということで、4話以降も引き続き本編をご覧いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上、大阪亮太でした。